日本滋賀県彦根市部那町部那町は滋賀県彦根市の地名。2019年4月1日現在の人口は0人。彦根市北東部の両前山々中の標高約500メートルに位置する山里。前原市と接する。中世には坂田郡美浦僧に属した。その後彦根半領となり、村高は江戸時代を通じて65国余りで変動しなかった。 1874年10月に南隣の妙高村を合併し、1889年に周辺13村と合併して、坂田郡鳥居本村大座船となった。鳥居本村は1952年4月1日に彦根市に編入され、現在の彦根市船町となった。滋賀県物産市によると、1880年当時の船村は人口154で、 保数37、全戸が農家で、ごぼうや里芋などを、前原村に出荷していたほか、村民の多くは、最新や炭焼きで生計を立てていた。山間の推理、交通とも不便な土地であるため、太平洋戦争後に離村する住民が、相次ぎ、敗村となった。両前山付近は、離村が多かった地域で、宇那町に隣接する、男木町や前原市暮ヶが旗も、 配村となっている。当庁内に鉄道は走っていない。ありがとうございます。